え、誰がおる？おらん。え、周りの人おらん？うん。今ね、この扉に、それ何見せ？フェンディ。え、フェンディ？バンバンって、なんかなって、パーって見に行ったら、誰も誰もおらんくて、扉にフェンディかかっていました、ね。うん、しかもクソでかい。で、これ動画を撮りながら開けてくださいって。ダメやっつって言ったよな、俺。いくらフェンディやからっつっても、あかんもんはあかんねん。やばない、でもこんなでかいフェンディさ、もらってことないねんけど。いや、嬉しいからオッケーってもうちゃうから。嬉しい。いや、お前ちょっと今嬉しいが買ってへんか。嬉しい。でももしかしたら中何か分からへんかもしれへん。違うやつかもしれへん。いや、じゃあ普通に爆弾とかの可能性もあるから。あかんもんあかんつってね。ちょっと秋がやったり、フェンディは嬉しいけど。秋よ、あかんつってのに、なんで事務所通せや。嬉しいよ、ありがとうフェンディ。でこんな大きいのもすごい楽しみやわ。けどやめてっつってんねん。何？やめてっつってんねん。やめてっつってんねん。俺フェンディ嬉しいけどやめてっつってんねん。嬉しいよフェンディ。やめてっつってんねん。ちょっと手紙読もうや。いや、ちょっと待て。なんだお前さ、怒れや、もっとお前。こんなんやったら、じゃあ、高価なものやったら家送っていいんですかってなるやん。ええよ？いや、あかん。あかんけど。ええよ、ゆめて。あのさ、こんなでかいもん初めてやからさ、ちょっと、ドキドキしてるけど、うん、一応言っとくけど、あかんもんはあかん。しかも、バリタッチ悪いし、ね、ガンガンと音鳴って。で、最初、卓球弁かなと思って。ほんで、イチエがパーって出たらさ、結構さ、強かって、カンカン。おう、ここすごかったな。カンカンって強かって。ねえ、イチエが見に行ったやんか。うん。誰もおらんくて。じゃあ、イチエがさ。で、怖くなって、そう、やばいと思って、コウ君、コウ君って言って、動画回してきてみたいな感じで言って、コウ君が動画回してくれちゃって、ドアにこれかかっとってさ、これがかかってまして。いや、じゃあ、これ、フェンディやから、英雄もんちゃうで。ありがとう。ちょ、フェンディこんだけさ、でっかいの家の前持ってこられてさ、こっちも嬉しいやん。嬉しい。でもあかんもんはあかんねん、うん、じゃあこれオッケーしたらどうなんねんつったら、みんな高級なもん家に持ってくるんか。じゃあそれ全部オッケーしなあかんのか。オッケー。こんにちは、こんにちは、ありがとう。オッケーな。え、オッケーじゃあ。あかん。あかん。ブランドもやったらオッケーってなんのかちゃうやろ。ちゃうねん、ほんまに。ダメなもんダメ、うん、ありがとう。でも動画撮りながら開けてくださいってことは、じゃあこれがまたな、やらしいねん。動画を撮りながら開けてくださいって言って、ほんで動画のネタになったらええんかって。ええやん。お前さ、あかんもんあかんねんって。これマジね、これ冗談抜きで、あかんもんあかん。とりあえず手紙読ませていただきます。友達がな、知り合いが家来んやったらええで。知らん人やん、おらんかったもん。ファンやろ、あかんやん。それ家の前来た、あかんって動画出したやん、日本出したやんか。俺事務所通せっつってんねん。事務所通さんかって、こんなに高価な前だ、事務所通さんでも喜ぶからええやろ、許してくれるやろと思ったん。ええよ。頼む。ええよ。嘘、あかん。あかんよ。ありがとう。はい、まずこれ緑のね。はい、夜の人笑い様。これね、前みたいにプリントで書いてるわ。うん、前と一緒の。追ってるとこあるし。ほら、ほんま追ってるとこある。名前、名前隠してんやろ。お前の人も隠してたからな。ありがとう、最初に隠してくれて。いきなりの手紙ごめんなさい。どうしても伝えたいことがあって手紙を書きましたと。まず、100万人おめでとうございます。ギャガじゃん！ありがとう。私たちも YouTube をやっています。あ、これ、底辺 YouTuber のあれ。もう、呼んで。宣伝やろ、これ。まずは100万人おめでとうございますと。ありがとうございます。うわ、これ誰いかいちゃん。ずっと人気を保つにはどうしたらいいでしょうか、ほら。返事は動画にしてくださると嬉しいですって。俺が、返事動画にすると思う？するよ！はい、名前読み上げます。なんでだ、見して、ちゃんと見して。見た、お前見た、見して、見して、見して、まだだだだ、これ見していいんかな、見していいんかな、見して、見して、ちょっと待って、ちょっと見して。
三重師さんからでした見て見て本人というところで6月2日に出る動画の写真ですって印刷されてましたえいや、そうなん撮るんちゃうのえ、こそ東京市なのやるな、人笑いヘラヘラ三重師さんから来ました。なんかもう一個入ってる見して。そやろ絶対金やんいや、ちゃうやんちょっともう見てこれ前の前のあれやあれ、蜂蜜のやつやん精力剤やろロイヤルハニーやったっけもうええー、ってもうもう箱でとかいらんししかもこれめっちゃ高いやつやそうこれめっちゃ高いやつやワンダースロイヤルハニーの箱でいただきましたありがとうございますこれどうせマリナさんからやろマジでありがとうございましたありがとうございますえ待ってほんまにうれしいやけどこんなん12個全部飲んだらもうすぐ子供できるうれしいやけどねお姉さんありがとうございますめっちゃ嬉しいこれだけでも嬉しいもん中身見たい中身見ましょうめっちゃやばいえ開けようや開けろいっしーの待って見えてないじゃじゃーんまだ分からへんよすっげー殿いくよ、せーので、おぉ、なにこれ、待って、なにこれ、おしゃれすぎんねんけど、なにこれ、ちょっと待って、なにこれ、バスタオルちゃん、これ誰もが嬉しいやつや、ちょっと待って、神秘の匂い、さすがにお風呂じゃなかった、マリアさんのお風呂かな、あれちゃん、あの、すっげー、そんなん使われへん、うわすげえ！お前めっちゃええやつ持ってるやん。フェンディの。すげえ見てるタオル。じゃじゃーん。え、やば。これバカ高い。値段調べろ。メルカリで売るぞ。あ、やばい。嘘です。フェンディの。いやーん。うわ、フェンディマンや。フェンディのマントにフェンディのこれ。一応買おう、フェンディ。もうオンボロアパートに住んでる感ないなうんこれだけみんな見てくれオンボロアパートに住んでないみたいなあ、背景これで作れ背景フェンディありがとうございますそれなんか言う頼むなあ、なんでそんな雑にできたごめんなさいごめんなさいうん、あ、待ってすいませんなんかさ、靴とかさそんなんとか言ったら俺合わへんやん何やってもあの、申し訳ないなと思っててん、うん、フェンディで、ああなんか高級なやつで俺つけても似合えへんから申し訳ないなと思ってたけど100歳から100歳まで使えるの一番嬉しいこれがヘラヘラさんらしいこの切り取りなうんこれが姉さんたちやYouTube 界のお姉さん代表ヘラヘラ姉さんですこの動画見てるときどうせ今もヘラヘラしてるでも今ニヤニヤしてたマリナさん声出し笑ってるのもう分かるでそれ笑ってるやんとか言いながらサオリさんが今笑ってるの見えたって言って最後アリシャンさん笑ってる全部そうですかめっちゃ嬉しいめっちゃ似合うやんありがとうございましたありがとうございましたすげえ嬉しいですどうやって使おうかなえあの外の野良猫用に頭中に何をお前さあやまなんでなんで俺らないのにそんな許せるわけないやすみませんありがとうございますもうしっかり体ガシガシ吐きたいと思いますこんなん外に干されへんだって家賃3万のベランダからフェンディ2枚干されてたらあいつら内装エグいんちゃうかお前外装ボロいけどあの家の内装半端ないんちゃうかお前フェンディ干してたらしかも何や人気を保つためにはってずっと人気やあの人一らより人気なくせに俺ら最初ほんまに底辺 YouTuber の宣伝かなと思うぞこれもありがとうございましたこれ飲んだらもう賞味妊娠確定やから12パック飲んだらもう妊娠確定やから生徒強すぎて強なりすぎて
ありがとうありがとうございました。ヘラヘラさんのチャンネルはね、概要欄に貼らんときます。嘘こんだけやってくれてるのに嘘嘘です貼ります。ヘラヘラさんゆうさんのチャンネル概要欄に貼ってますんで、ぜひ見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、青いボタンよろしくお願いします。じゃあバイビー、バーハーハーイ、よっしゃトノうるさいねお前幼稚園たちが夏を刺激する。